息が綺麗になった後はですね、肌までピカピカにしてくれるっていうところがこの清井町プラザクリニックの売りなんですね。よろしくお願いします。お願いします。最近僕も疲れがね、顔に出てるってよく言われるんですよ。そうですか。ちょっと気にしててね。はい、髪をまとめますね。はい、あ、いいですよ、そのまま気にしてください。下ろしてください。はい、はい、これはいわゆるカメラのフラッシュランプみたいな、はい、光が、まあ、全部入っている、そういうような治療器で、シミも取ることできますし、赤ら顔なんかも改善することもできますし、あと、まあ、いわゆる抗老化作用、まあ、若返り、皮膚の若返りにも役に立つ。緊張しますね。はい、はい、お腹今塗られましたけど。いや、これジェルですね。ジェルですか。はい、ここにちょっと照射しています。ちょっと試しにやってみます。はい、どうぞ。はい、やります、はい。あ、こんな感じですね。なるほど。あの、なんて言うんだろうな。ゴムでパチンっていう感じです。あ、全然痛くないですね。大丈夫ですか。むしろちょっと気持ちいいですね。はあ。お疲れ様でした。あ、なんかね、光のホチキスって感じ。あ、なんかちょっとリフレッシュされたような気がする。疲れてたけど、光ってすごいな。息、そして肌とちょっとピカピカに、ね、なってきたんですけど、僕がね、実は一番悩んでるのが、最近額が後退してきてるなっていう。私実は母方の祖父がもうほんと水晶玉みたいなこう特等の方でして、遺伝的にね、完全なこう薄毛になるリスクが高いんですよ。ちょっとね、先生にそこを聞きながら、あの、髪の毛まであよくば生やしちゃおうっていうところで、次の治療に受けてみたいと思います。使わせていただくのがこちらにありますハーグのための AAP っていう液なんですけども、はい、ここにこのハーグ療法自体は、はい、髪の毛が生えてくるエキスみたいなのを打ってるわけなので、はい、先生、今僕の状態ってどうですか。はい、実は今ちょっと見せていただいてると極めて軽症ですね。ほう、あの、おそらく今の段階ではあまり、はい、深刻な事態ではないということ。でも、あの、ちょっと髪にね、元気をね、はい、出していただきたい、養分を与えるという、養分を与えて、はい、あの、そうですね、ドキドキ、俺頭に注射されるなんてさないじゃないですか。で、こういう細い針を使ってこう、あの、こう液を流しながらこういう形で打っていくわけです。もう入ってます。もう、あの、これでやってます今。おお。で、実際もうちょっと少し血が滲んでくるぐらいになってるので、はい、そこからこう少しずつ入れてるわけですね、皮膚の中に。なんかこう毛が逆立つようなイメージだね、こうやって。だってね、まず一安心、そこまで薄毛が進行してないっていうのが一安心ですし、やっぱり母方のおじいちゃんがたとえ水晶玉でも、先生が言ってたように、望みは捨てるなってことですよね。ハーグがあるから、うん、いい世の中になったもんだと思います。なのでお悩みの方は早めにぜひ治療を受けてみてはいかがでしょうか。若返りました。とても若くなったと思います。皆様のご来院お待ちしております。安藤さんでした。最高です